担当、円数リターン当なんやな。まあ、こんなこんな関係ないねんけど、人権作文の裏技、縦型授業スタート、これちゃんと保存とかして最後まで見てほしいねんけど、まず作文を書く準備として、人権に関するテーマを見つけて、それに関する体験談があるかも探してほしい。それでそこからの学びを書くっていう感じやねんけど、人権作文入賞してるやつ見てみると、なんか結構人に関することやったら何でも OK みたいな風潮があったわ。それでもう少し書きやすいように構成を教えると、こんな風な構成にしたらいいかなと思う。一番最初に人権に対する実体験を書くねんな。それでその経験から学んだこととか気づきっていうのを書いたらいいと思う。それで最後の締めとして、そこからどんな社会にしたいのかみたいなのも書いたら完璧かなって思う。ここスクショ案件ね。もっと具体的にみんなが書きやすいことを教えると、キモすぎうざい。直接言われたことありますか？面と向かって言われたことある人は少ないと思いますみたいなことから始めて、最近は SNS の発達で顔と顔を合わさずに悪口を言えます、いわゆる誹謗中傷ですっていう気づきを書いて、ここからちゃんと考えて自分の言葉で学びとか考えっていうのを書いてほしい。それで最後は、インターネットが進んだ現代ではいろんなものが便利になっていますが、その使い方について私たちは改めて学ばないといけないと思います。誹謗中傷ではなく、みんなが幸せになってくれるような言葉で埋もれる社会になってほしいです。この作文を読んだみんなも意識してみてください。的な終わり方をしたらいいと思う。ここで改めて皆さん、こういうのを考えてみるといいかなと思います。他にもいろいろ学びたい人はぜひチャンネル登録してください。ありがとう。